大豆麺。これを要はカリカリに焼きたいんだよな、なんかかけると。この前失敗したりな。これこれこれ、ここ溶かしてまったな、こうやってやったら。アホだな。カリカリに果たして焼けるかどうか。うどん、これ逆に思うのがさ、普通の麺でもやってみてもいいよな、これなんで。このなんだろう、前やった時、あっつい、ここで手入れると熱いな。これぐらいにしとこうか。前やった時はすげえなんかパサパサになってか、ひっついたのな、塊に。焼きそばの麺でもやってもいいよな、これ。普通の、いや糖質どうのこうのじゃなくてさ、こんにゃくとかおからとか、今回これ大豆とか使ったけど、糖質少ない麺をカリカリに焼くってなかなか難しいもんな。おからやこんにゃくはあれはもうほんと時間かかるわ。でこれで大豆粉がダメだったら、まだ他にもいろいろラインナップは揃えてるんだ。ああいうミニマリストとか断捨離じゃないけどさ、今っていかにあれだな、快適にやるかだよな。その減らすんじゃなくてさ、糖質制限も別にストイックにやる気になればもっとできるけど、じゃなくていかに快適にやるっていうの、多少糖質を増やしてもさ、水分がやっぱ出るね。これこの ひっつく感じもあれなんだよな。もっと普通の麺みたいにさ、パラッとしたいな。あっつ、これなんかほんとまとわりつくね。バラッとできんね、なかなか。まあいいや、ちょっと他っとこう。なんかいじってもあんまいい結果が出そうにない。パソコンとかでもなんかそうだな、いかに快適にやるかやな、減らすとかじゃなくて。結構これ時間かかるね。この水分を抜きたいんだよね、パリッと。暇だでさ、イカでも焼いとる。これ色変わっとるけど大丈夫か。日曜日だもんな。ここでまた醤油時間にかけるとあれだもんな。室内バーベキューだな。室内バーベキューとは言わんな、室内でやったら。これやったら溶けたんだって。糖質少ない麺、俺炭で、
前何分ぐらいやった結構焼いたけど、なかなかカリカリにならなかったもんな、あれ。ところで充電中の PHEV 炎上住宅全焼って恐ろしいな、これ。アウトランダー燃えたの？三菱じゃん。そこは言わねえ。密かに次買い替えるならアウトランダーって思ってたんだけど、うん、このこれソニーの α7 ってやつ、これだけは本当やばいよな、映像が。で、最近これいろんな人のブログとか動画見てさ、感動したんだけどさ、このレベルがスマホになるといいんだけどな。この夜の風、あれなんだろう、画像とか動画がやばいんだよな、これ。40万ぐらいするんだったかな、確か。これなら俺変えてもいいかなと思う。意外に時間かかるね。11分経ってるよ。どうでしょう、結構焼けとるんじゃないのこれ。あ、いいがいいがいいが、カリッとなっとる。なっとるなっとる。やったなぁ。イカもいいんじゃない、こうやって。カリッとなっとるわね。いいんじゃない？やったなぁ。だってこれスイッチ入れるから17分経ったのか、結構あれだな。これじゃあさ、今気づいたけどさ、糖質 0g 麺とか焼いてもカリカリになるんじゃない、これ時間かかると。これでも今回の津波はあれ見とるけど、行って高さが防波堤とか見とるけど、前回レベルが来ても、あ、ほんと大丈夫な作りになっとるわな。原発がどう、中がどういう風になっとるかわからんけど。伊豆市、鹿肉カレーパンなんていいね、これ。伊豆市か。あ、キーマカレーの代わりに鹿肉を使うんだ。キーマカレーのひき肉にするんかな。鹿のひき肉ってないの、それ。いいね、これ。三島で販売やってる。静岡新聞も一晩読んどんだよね、私。暇人でしょ。で、この iPhone で今18分50秒か20分以上とかを処理するのにどんだけかかるのかっていうのも試したいね。宮城の方は、あとあの、海のか、面しとる形が違うっていうのもあるわな、あれ。青森で死難300人。ちなみに、危機感が薄れて、薄れるわけねえやんな。あ、って言って全然見てなかった。全く前を見てなかったな。これもういいんじゃない、ここら辺って食べて。ちょっと先食べとろうかな。ね。ここら辺は食べとろう。よいしょ。これもうちょい。麺がひっつくぐらいだってあれじゃない。
何をしとんねやと。だいぶカリカリに焼けたね。これさ、生のイカっていうのはあるよ、確かに解凍じゃないから。もうあるけどさ、これで焼いたら美味しいんじゃね？っていうのは、日曜日これホットプレートでお好み大会をやったの。お好み大会で家でみんなで食っただけだけど、だけどその時、あ、俺その時食べないでわからんわ。うまい。これわかるね。これ多分さ、何焼いてもうまいんじゃないの？油落とさん方がいいんかな、俺って。あれみたいに、あ、肉だ、誰か。あ、いいわ、いいわ、いいわ。いい風になったんじゃない、これで。これ。もうちょっとここでやめた方がいいね。ほんでさ、それっぽくさ、カツオと塗りかけてみたんだけど、どうだろう。あ、でもパリッとなっとるね。こんなに焼かんでもよかったな、逆に。ちょっと固なっとる。ってことはこれで焼いてから塊になっちゃったな、これ。長さで、あ、これにさ、横井のあんかけかけは美味しいね。塊になって麺みたいに食えんな。うん、以上にでも水気飛んどるね、これ。何を昼間からしとんねやという。でもパリパリやな、これ。あんかけにこれ合うんじゃない、すごい。っていうか取れんがね。想像以上にこれでも水気が落ちるんだね。結構かけたつもりでも醤油が少ないんだね。あと油がないもんね、これ。カツオかけてもなんかひっつかんのね。もうちょい焼かんでもよかったかな。これ他の面でもやってみたいな。だってこれむちゃくちゃな言い方すると、ソースが醤油かけて10分ぐらい放置プレイしときゃいいのね。すごいな、これ。普通の焼きそばの面でやりたいな、これな。油があるとどうなるか。パリパリにはなると思うんだけど。うん、ザイグルハンさんもやっぱあれだね。食品のレベルをワンランク上げるね。グラム500円の肉なら1000円ぐらいの価値になる。本当にワンランクってか倍だね、それだと。いや、本当にカリカリにしすぎると、これでも大豆麺だと逆に中の弾力がなくなっちゃうね。難しいとこだな、これは。カリカリにできたってことは一つの進歩だな、これ。単純に焼き時間が前足りんかったのかな。こんで、あとあれだな、糖質 0g 麺を焼いてみてどれぐらいカリカリになるかみたいな。炭でやった時15分ぐらいやってもそのカリカリにならんかった覚えあるんだけどね、これ。
そうするとこれ結構使えるね。焼きそばもできるしな。で俺カリカリ好きなんだもん。ここまでひっつくと困るけどね。軽めにこれ焼いて上になんかかけてみるね、カレーとか。こんな感じでございます。